ジベートの BGM を担当させていただきました小城雄三です。よろしくお願いいたします。オープニング曲なんですけど、なんと杉蔵さんと吉澤兄弟さんの合作ということでですね、で私もお三方というかお三方といった方ですかね、皆さんの音楽はもうよく聴いて、とても好きでよく聴いているんですけれども、なんていうんですかね、あの人たちが組んで出てくる曲だからこんな感じだろうなっていうのを大体想像してたんですけど、で出てきた曲を聴いて、で、まあ、確かにその通りなんですけれども、なんかそれをですね上回る要素がそこにあってですね、それ大変驚きました、ね、お二方とも、まあ、ロックがベースだと思うんですけど、吉田兄弟さんの方は、まあ、和楽器がベースですけれども、すごくロック的なテイストのサウンドかなと思いきや、ダンスミュージック的なこうサウンドがフィーチャリングされてて、なんかすごい新しくてですね、それが新鮮で非常に驚きがありました。素晴らしいと思いました。ジビエートはすごいワールドワイドに展開するアニメーション作品ということを最初にこう最初からも考えてやっているアニメーションで、そうですね、やっぱりその世界観をの一つとして和っていうものを非常に強調されているんですけれども、それがいわゆる日本的な和っていうものももちろんあると思うんですけれども、そのジビエートならではの新しい和っていうものを世界の人たちにどんどん知っていただきたいというかですね、広がってほしいなと。音楽もですね、そういうコンセプトを組んで制作をしていますけれども、まあ、いわゆるじゃあ和楽器を使った音楽ってこんな感じだよねとか、そういう、まあ、アニメの劇なんてこういう感じだよねっていう、そういうものではなくて、そこにやっぱり、まあ、それも踏まえつつもう一つもう一枚プラスアルファが加わったような、新しい次元で融合したようなですね、そういうサウンドにしたいと思っていて、それをぜひ聴いていただきたいと思います。それでなんとですね、このジビエートでは、ボーカリストにですね、ものすごい人が担当していただくことになっているんですけども、私そのお名前を拝見してですね、もう何度もその人の曲を聴いてきたので、まあ、本当に驚いてますし、今からめちゃくちゃ楽しみにしているので、これを皆さんの この喜びを皆さんと分かち合えたらなと思っています。来週の動画コメントはかっこいいオープニングテーマを作っていただいた吉田兄弟さんに来ていただきますので、お楽しみに。